じゃロミさんちょっとマイク外すんで、えっ、ー、とねそっちのマイクも外せますか。あはいこんにちは。はいこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。あの、うん、何か悩みがあってとかそういうのを解決したいと思ったときに原因を探っていくっていうのは大事なことかなと思うんですけど。うん、なるほど。あのー、<何>なんか原因とか原因ね原因。原因を突き止めて。うん それが分かると解決の方向に向かっていくっていうこともあるんですけども、うん、多分、なんか、もう、その原因っていうのが人であったりとか、うん、あとは、もしくは、その原因が分からないっていう、なかなか見つからないっていうこともあると思うんですね。もやもやしてるだけで。はい。そういう場合っていうのは、どういうアプローチというか、ふうん、うん、風にしていくといいのかなと思いまして。なるほどね。特に、その、うん、まあ、あの前、 勉強して、心身症とかでストレスが原因になるっていう、うん、場合があると思うんですけど、そのストレスが、うん、わ自分で分かればいいと思うんですけど、分からないっていう人も多分いると思うんですね。うん、思い当たらないとか。ねうん、あなんかそういう場合とかっていうのは、そのすみません。いいい,い,い原因を突き止める以外に、うん、どういうアプローチをしていくといいのかなと思いまして。うん、はい。あのー、 まず一つどっかで僕らはクリアになるべきだとか思っているとモヤモヤしてる自分が良くないと思うじゃないですか。これが実は悩みのね二重効果って言って悩んではいけないクリアにならないといけないと思えば思うほどモヤモヤしてる自分だとかなんか深刻に考えてる自分に要するにこう 常にクリアであるべきとかクリアではないことは不幸なことだとかそういうね実はあの悩みそういう時って多分別のまあこれ僕らあの後編でお話してビリーフって言って思い込みが実は絡んでるところが多いんですよねで僕自身はやっぱり人生ってもやもやするのが当たり前だっていう基本ポジションがあって例えば 徳川家康が人生というのは荷車をねこう押して坂道を登るがごとしっていうようなことを言ってますよね。だからもう人生って重いわけだしもやもやするし思うようにならない人たちと関わる当然いいフラストレーションだとかまたなんとなくこうもっと思う日があって当たり前って あの思ってる人は実はストレスに対しての体制これフラストレーショントライアンスって言って思うようにならないことに対してそれが当たり前だと思ってる人は実はノイローズになりにくいんですねで実はノイローズになったり体に症状が出てくる人たちの基本性格は実はすごくあの ハイスタンダードって言って理想的な自分理想的な生活理想的なモヤモヤしないクリアな自分が常になければ、うん、それは不幸だだからそうね僕らみたいに不幸が前提だよって思ってまあ思いやにならない中で生きるまあよく仏教とか宗教やってらっしゃる人は分かる仏教はこの世は修行場だって言いますよね でキリスト教では現在って言って生きてること自体でもう要するに僕らは要するに罪をまあ背負って生きてるわけなんで、まあ、キリスト教なんかはま,あまた生まれ変わる再生する死んだ日のことを命日命の日って言いますよね本来死日ですよねでも命の日っていうのはまあ要するに仏教でもキリスト教でも生きてた頃のことを思い出して生前妻がとか生前夫がとか生前母がとかね要するに生きる前って言いますよね これは、要するに宗教独特の考え方なんですが、すべて世界中のね。要するに、この世界は、あの世に行くための、まあいえば練習みたいなものでね。うん。そう考えると、まあ刑務所に入ってる刑期を僕らは、あの、受刑期間を過ごしてるみたいなもんなんですよっていう。 だから意外と宗教やってる人は、もう昔の古典的な宗教をきちっとやってらっしゃる人は、意外とストレスが低いっていうのが、エビデンスでも出てるんですね。それはなぜかっていうと、基本形が悩んで当たり前。もう家康のように人生は坂道を登るがごとしで当たり前。うん。もやもやして当たり前っていうのが、森田良法の言うあるがままっていうことなんですね。 でもそのあるがままこで本来水は上から下に落ちてくるのに上げなきゃとか飛べなくて当たり前なのに飛ばなきゃとか思えば思うほど人間ってそう自分を嫌いになりますよね、うんうん、だから、うん、答えになってるかどうかは別にしても確かに今明らかに目に見えてこの問題をクリアにしようって言ってそのアクションを起こしたりもしくは、うん、その態度を変えることで クリアになるることともありますね環境変えるとかそれれはやられたらいいと思いますねただ先ほど言ったようにあのロミさんかあの先ほど僕が言ったようにモヤモヤしたりなんとなく漠然と将来分かんないわけだから僕でも不安になったりこれから日本はどうなるのかとか世界の中で日本の地位はとかねもうそんなことを突き詰めていくとモヤモヤは当たり前なんですよね。 で、そこにゲシタルト療法は悩んでる人は常にそこにフォーカスがかかるって言うんですね。要するにもうそこばっかりを見ちゃう。ああ、青空気持ちいいなとかね。ああ、やっと夏来たなって青空を見てる人もいれば、自分の悩みに囚われてる人いますよね。同じ24時間。どっちを取りますかっていう話なんですよね。もう要するに悩みは当たり前なんだよと。うん。で、あの、眠れなくて当たり前なんだよと。 それを眠らないといけない眠るべきだとか、うん。元気ないときは元気ないままを楽しまれるのに元気にならなきゃとか自分を否定したりね。それとか前向きになれないときも人はあるんです。後ろ向きになって優しいなーと思うときもあれば冷たいなー自分はって思うときもありますよね。で、それがもう当たり前だと。もうそんなもんでしょっていうね。まあ、間見そうじゃないけど、だって人間だもんみたいなね。<laughs> <laughs> そういう人は実は悩まないんですよ。わかりますかだからすごく真面目な人とか、はい、立派に生きようと思う人が鬱になったり一生懸命人のために尽くしてる人がやっぱりこう神経症や心身症になったのはどっかで、うん、まあ僕が考えるには無理してらっしゃるか逆に言えば前向きな 自分ばっかりに焦あったって後ろ向きな自分を嫌う。ということは半分の自分を嫌わないといけないんですね。常に自分が前向きであり続けないと価値がないっていう心のポジションですよね。そうなっちゃうと、あの、すごく一見前向きで生き生きしてるようだけど、心の中はいつも自分が大嫌いっていう人いますよね。うん、こういう人は、あの、 なんか優しさとか親切とか人のためにこだわりすぎて自分に対して不親切っていう人いますよね。<laughs> あの、だからそういうことなんですよ。だから今ご質問にお答えするならばもうそれが当たり前、うん。もやもやすることはもやもやするのを生きてるって証拠だわと。今日話しますけど人間の方が前頭があると明日あさって幸せってのことを悩むんですね。 で、犬は3日分の餌をあげたら3日分ペロッと食べる。悩まないんです。どっちを行きたいですかって話ですよ。<laughs> 要するに、犬がなぜ、あの、人間がなぜ前頭を持ってるって未来、先のことが分かると悩むかっていうと、明日も明後日もハッピーに行きたいわけですよね。でも、ゴリラとか前頭葉がない犬とかは3日分もらえたら3日分ペロッと食べるんですね。で、それは結構ハッピーじゃないですか。その瞬間は。<laughs> うん、だから、要するに、悩むっていうのは、逆に言えば幸せに,になりたいって思ってる人の副作用みたいなもんで。まあ言えばワクチンの副作用みたいなもので。うん。だから、まあそういう意味では悩んでるっていうことは私全頭が生き生きして生きてるってことかって正常な脳だなって。うん。で、もやもやするってこともこれ正常な脳だなって。 ねうん、だからそういう意味ではあの私は、ね、アルツハイマーじゃないなって言って楽しんだ方がいい、うん、アルツハイマー型でね前頭がかけて,るとかけてくると壊れてくるとねずっとベッドの上で展示を見てても飽きませんかって言って「おばあちゃんおじいちゃん飽きない?」って言っても「飽きない」って言いますねで僕ら前頭葉があると3日間ベッドに縛り付けられたら「もう勘弁してよ」と「なんかしたい」とか「このままじゃ嫌だ」ってなっちゃうよね それを前頭葉が機能してる。というこは、そういうものをなくて、ひたすら何も考えないで、ぼーっと過ごせるのがいいんだったら、ロミさんの言うように、あの前頭葉をロボットの手術で外しちゃえば、精神的その日暮らしっていうんですが、要するにずっとハッピーです。でも、それは人にあらずですよね。これを人でなしっていうんですね。簡単に言うと。で、人であるためには、しっかり悩みましょう。よろしいですかね。 うん、はい、ありがとうございます。いすはい、楽しんで悩むこと。はい。はい、それがあるがままです。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。